私もショートカットにして13年ぐらい経つんですけど、新しいなんかもう流行りの髪型、うん、でも真央さんにその伸ばしかけの人にもぴったりな、はい、あります。ウルフカットが昔流行りましたよね。また流行ってて、今のウルフって形はウルフなんですけど好きすぎない若干重ためウルフがちょっと流行ってるんですけど、で年齢も意外と問わないんですよ。あ、そうなんですか。髪色とかも選ばないんですよ。子育て世代の人とかもお出かけの時とかはちゃんとウルフでスタイリングして、うん、普通の時はククルとかができるから、うんうん、ちょうどいい。他にも人気の髪型があるんですか。人気すぎてもうほとんどの人これ言うなっていうぐらい人気なのが、韓国でも流行ってるんですけど、顔周りのレイヤー、顔めちゃめちゃ小さく見えるんですよ。これから夏髪くくったりする時もすごい便利で、くくるだけで遅れ毛できるんですよ。このサイドにしてるだけで。確かに。で前髪ある人も前髪ない人もどっちもこれはできるの でなおかつくびれるような感じでスタイリングしたりカットするとなお顔小さくなるんで、かわいい。毛の色も結構流行りが変わってきてて、うん、今までアッシュ系とか、うんうん、グレージュっぽい色がずっと流行ってたんですけど、うん、今ちょっと暖色系、うん、特にこのオレンジがすごい流行ってて、髪の毛の色が暖色になると、うん、くすみちょっと飛ばしてくれるんで、ツヤっぽく見えるんですよ。おしゃれな人とかはオレンジしたいっていう方が。でオレンジもなんかパキッとしたオレンジもあるけど、うん、ブラウンにオレンジ混ぜたりとかしても可愛いですし、うん、ちょっとピンク混ぜてツヤっぽいオレンジに仕上げても可愛い。確かに透明感とツヤ感は欲しい。でもそのまゆみさんみたいなちょっとダークトーンのツヤっぽいロートーンの色もすごい流行ってて、それはなんか韓国のアイドルの影響もあるんですけど、ちょっと黒髪に近い色もそれも一緒に流行ってます。ちょっとツヤっぽい透明感の方が割と受けてて、それで多分今のカラーになってるんだと思います。そうなんだ、勉強になった。